トピカゴールデンジャイアンツとは、カンザス州トピカを本拠とした、米国マイナーリーグ野球チーム。ウェスタンリーグに所属し、1887年の1シーズンのみ存続した。監督の名前を取ってゴールズ B のゴールデンジャイアンツとも呼ばれた。ゴールデンジャイアンツは、ウェスタンリーグに所属した1年間に、90勝25敗で2位のリンカーンツリープランターズに15ゲーム差をつけて、 リーグ優勝した。1887年4月10日には、当時のワールドシリーズチャンピオンだった、セントルイス・ブラウンズとエキジビションゲームを行い12対9で勝利した。1887チームフォトこの時代のウェスタンリーグは、マイナーリーグに分類されていたが、ゴールデンジャイアンツの選手のほとんどは、メジャーリーガーだった。 選手権監督だったウォルト・ゴールズビーも1886年までメジャーリーグでプレーした外野手だった。一塁種のダン・スターンズはこのシーズンのリーグ最多安打を記録し、ジミー・マカラーは打率で首位を取った。スターンズとマカラーはいずれも1885年にボルチモア・オリオールズでプレーしており、1882年にシンシナ・ティレット・ストッキングズが優勝した時も、 同じチームにいた。他にも多数の選手がメジャー経験を持っていた外野手のバグホリデーは本塁打王になった。投手であるトムサリバンはリーグトップの36勝を挙げた。ジム・コンウェイ、ジョーガンソン、ジョー・アードナー、バスター・フーバーもメジャーリーガーだった。ありがとうございます。